察オレンジ鉄道に所属する全車両のメンテナンスを行っている泉車両基地。この日、研修庫では3ヶ月に一度の交番検査が実施されていました。これはエンジンのエアフィルター。清掃・点検を行った後、元に戻しています。こちらは連結時に使用するブレーキ配管を取り外しているところ。これも分解して清掃・点検を行います。ホコリを吹き飛ばした後、グリスをたっぷり塗っていきます。一方、車内では自動ドアの開閉部の清掃が。運転席のマスコン内部も高圧エアでホコリを除去。その他の各種点検も着々と進められていきます。それが終わると台車などの足回りを水で洗浄です。さらにその後、手洗いで頑固な汚れを落としていきます。日頃走り続けている垢が落とされると、足回りは見違えるようにきれいになっていました。